基礎超入門編の2回目ですね。前回はフェザーステップということでですね、右足前進から上体をこう右へこうひねっていってですね、下半身を置いて上体ひねっていってトントンとフェザーステップ、女性でいうバックフェザーをやりました。今日はですね、その次に行きますですね、リバースウェーブという3本の足をやります。リバースウェーブはですね、左足からかかとから出ますが、下半身、みぞおちから下をですね、左へ回して、上はほっといてください。ここから上をほっとく、かかと、かかと、つま先、こういうことですね。左足から、かかと、かかと、つま先下り、こう、つま先下り、上はほっといてですね、ここから下が、左へこう回っていきます。方向的にはですね、若干こう斜め下へこう切れ込んでいくような感じ。こういう感じ。スロー、クイック、クイック。ここはですね、かかとから出て、次かかとなんですね。かかとから出ますよ。上がって降りると。上がって降りると。こういう感じです。もう一回いきますよ。いきますと、かかと、かかとから出て、つま先降りる、つま先降りる。ここのところがすごく大事です。前回やったやつは、右足かかとからこう出まして、上がる、上がると、上がっていく感じだったんですが、今回のパターンは、かかとから出て、上がって降ります。ちょっと波が違いますね、山のね。前回のはこういう感じだったんですが、今回のはこう降りていく感じになります。これはですね、練習方法としてこの2つを、前回のと今回のと3歩3歩6歩ですね、あまり深く考えずに左はしっかり伸ばして、手は何度来たりともですね、前の45度ぐらいに高く置いてください。位置はここでもここでも、まあ、やりたいところで結構です。これはダメです。肩よりも前ですね。そしてこれはキープしておいてください。そしてですね、前回やった右足かかとから出るパターンは、上体を、しっかりと右へ回して、もうここまで行くぐらい、行ってください。スロー、クイック、クイック。それに足がついている感じ。スロー、クイック、クイック。こんな感じで。今度のはですね、上はほっといて、足がこう出ていくような。上はほっといて、スロー、クイック、クイック。ですから、練習方法として、前へ行って上体、前へ行って下半身、前へ行って上体、前へ行って下半身。こういう練習をしてください。もう一回いきますよ。右足がですね、かかとから出ますと、上体をしっかり右へ回していって、そしてトン、トンと。次は下半身をこう回していきます。上ほっといて下半身がこうスロークイッククイックスロークイック。この練習をちょっとやってみてください。スロークイッ ク最初のは上半身、次は下半身、次は上半身、次は下半身で、向こうへ行く推進力をちょっと強めにして、上半身、下半身、こういう感じで練習していただければと思います。とりあえずちょっとこれでやってみていただきたいと思います。フェザーステップとリバースウェーブ、この3歩3歩、これがですね、スロー一番最初にやってほしい、基本の足なんでございますね。はい、皆さん、この6歩をしっかり練習してください。今日はここまでにします。ありがとうございました。